これ地上波のこの、まあ、主流メディアの方ではですね、河野太郎さんがやたら人気があるということになってるんですよね。なぜかそういう設定になってますよね。はい、これちょっと8番いきましょうか。はい、はい、河野太郎氏が国民に一番人気って本当ですか。小豆島 T さんです。小豆島の T さん、はい、はい、これね、ちょっとじゃあリンクいってみましょうか。はい、はい、お願いします。河野太郎人気に限り、ネット空間で功績問う声続出。何やったっけ。河野太郎行革担当省は自民党総裁選の立候補表明を行う。党内ではこれを受けたネット上の悪印象に負のイメージがつき始めたと動揺が走っている。河野氏といえば政治家一家に生まれ育った政界サラブレッドで知名度が抜群。 SNS で自身の政策発信を続けており、党内の若手議員を中心に人気を集める。ところが河野氏の立候補表明をめぐって9日、ネット上で功績がない、あえて言うなら反抗、左寄り思想が目立ちすぎて日本を守りたい意志が感じられない、反原発、女系天皇容認、移民受け入れのリベラル派と正体についてのコメントが目立ち始めている。党内ではこれらネットの声を注視、総裁選挙期間中まで続けばガタッと来るかもしれませんと警戒しているという、うん、結構だからやっぱりあの SNS とかですね、はい、ネットはチェックされてるんですよね。すごいチェックしてますよね、うんうんうん、やっぱりこの世論の動向を見るということですよね、うん、もう一つリンクありますよね、はい、田中真紀子に似ている、次期首相候補河野太郎の自民党内の評判。改革派に見えるが近くで見ると全く印象が違う。菅義偉総理の退陣表明を受け、総裁選の情勢は分刻みで変化し続けている。そんな中、世論から高い支持を背景に優位が伝えられているのが河野太郎ワクチン担当相だ。しかし同僚議員や官僚からの人望はなく、変人ぶりに危機感を覚える向きも。はっきりも人望がなくて変人とかって書かれてますね、はい、まあ、そういうことは直接聞いたこともありますけどね。ブロック太郎って言われても知ってますか、はい、ブロック太郎、あ、ブロック太郎、ブロック、 SNS で自分の名前を検索しては批判的なコメントを入れてる人をブロックするんですよ。もう読むなっていう、読ませないよって。それは自分にこう絡んできてるわけじゃなくて、で批判的なこととか自分にとって嬉しくないことを書いてる人を片っ端からブロックしていくんですよ。あ、それはだから自分にリプライしてるわけじゃなくて、リプライしてるだけ、まあ、リプライしてる人も入ってるかもしれないですけれども、うん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 、リプライしてないのも含めて、うん、ツイートに全、うん、まあ、検索バーからツイートを検索して、うん、で細かくだから見てるんですよ。自分についてメンションしてるような人の全部見てって、うん、投稿を、うん、で自分に絡んでると絡んでまいと、よくない絡み方、褒めてくれてる人はなんか普通の一般の方でもリツイートしてなんかこうコメント入れてくれるんで、それで人気が出たんですけれども、反面自分のことを批判している人に関してはブロックするっていう、うん、こうリプライしてきてなくてもブロックする、はい、で自分の方から調べてって見つけたらブロックすると、はい、ブロック、そうです、まあ、リプライしてるのかな、まあ、ブロックはリプライしてるからブロックが成立するんですけど、まあ、いずれにしてもとにかく自分のことを褒め称えてくれる人はいいねいいねで、自分に対して批判してる人は排除って、公人ですよね河野さん、それ大丈夫なのかなと前から思ってました。ああ、ちょっとそういうの聞いたことはありますよね。自分にこうリプライとかしてきてるわけじゃなくても、うんうん、見つけたら片っ端からブロックということってね、はい、ということは自分が知らないうちにもうブロックされてるかもしれないっていうことですよね。それは定かじゃないですよ。リツイートしてなかったらばブロックしてるかどうかその分からないですから。ただ悪い嫌なこと書いてる人は、でも例えばどうだろう、その河野さんのアカウントに行けば分かるんじゃないの。見れないですからね、うん、でしょ、だからこう行ってサーチして、行ったら、うん、ブロックされて、なんかいきなりどうします、言って見れなかったらブロックされてってことなんです。そうそう、いや知らないうちにステルスブロック すごいな。これは浅川さん、これどう思います。
いや別にあのブロックどう思いますって言ったら、ブロックのことじゃなくて、まあ、さっきね、高市早苗さんのことを全部お話ししたわけですけど、はい、今度まあ一応一番人気は河野さんになってるんですよ、うんうんうん、まあでもまあ国民全体として見た場合には、まあ、マスコミの一般的なその報道の中でものを考えるわけですから、その中ではまあ何かこう割ときっちりいい言葉を出してくれるみたいな感じのところに頼もしさを感じて、まあ石破さんもそれなりにね、国民全体で見れば人気があるのと同じように、人気がそこそこあるって言われても、まあ違和感はないかなと僕は思ってます。はい。うん。年を取った人に聞くと、うん、河野さんってリーダーシップを感じるんですって。うん、だけどそんなことってありましたって。何がリーダーシップ取ってましたって聞くと、うーんとかってもうそこでなんか止まる、うん、止まるので、うん、多分そのメディアが作ってるその印象とかプレゼンテーションの仕方が非常にうまくてですね、うんうん、確かに何やってるのっていう感じしますよね。何やりましたっけ、うん、なんか何やりましたっけ、あったかな。いや、ハンコですよ。あとはハンコ廃止ですよ。まあまあ、なんか何かあれ、あの極端にデマ認定したりとかね。ね、結構極端なものの言い方しますよね。うん、そうですね、大丈夫なのかなと思いますけどね。うん、怖くないですか？ね、うん、いや、白井さん、はい、これね、もう河野さんそういう人気なそうなんですけど、うん、どうご覧になってますか？私はダメですね。なんでダメかっていうと、これあの男系の問題なんですよ。私が一番こだわってるのはね。というのはあのこれを、ね、男女同権とごっちゃにしてる人がいるんですけど、うん、これは、ね、僕は、ね、あの口頭、つまり血筋の問題だと思ってるんです、うん、で日本人がずっと、ね、あの男系を守ってお父さんをたどっていくと必ず神武天皇に行き着くというこのなんていうんですか、素晴らしいあの伝統というか、ね、引き継ぎをずっとやってきたわけです。であの世界中見渡してもですね、2600年先の先祖に行き着くっていうあのロイヤルファミリーって我が国の皇室だけなんですよ。でこれとあの男女同権をごっちゃにしてね、あの、まあ、女系天皇と男系天皇男女だからなんて言ってるんですけど、そういうことはあの実は物事のその血筋の問題だっていう本質を分かってないのかなと思います。でやはり我々はあのここで2600年以上続いてきているこの伝統をあのここで切っちゃいけないと思いますからね。で総理大臣、まあ、あのどんな考えを持つか、国民がどんな考えを持つかそれ人それぞれなんですが、総理大臣になる人がですね、この女系を認めて、あのまあ、女系、例えばあの中国人とその結婚、女系になって、中国人とその旦那さんを迎えたとすると、うん、その時点で日本の皇室の血統は中国に行くわけですよ、うんうん、だからそういったことなんだよっていうことを理解した上で、まあ、日本国民としてそれがいいのかどうか認めてるべきなのかべきじゃないのか、ようやくここであの、まあ、菅さんのところで、審議をしてですね、菅総理で審議してようやくその旧宮家のね養子の話ももうあの動き出してるわけですから、そうなんですね。そういう形で私はあのこの断、まあ、なんて言うんでしょう、断系護持っていうことは絶対に譲れないことなので、もうそれを言い出した時点で河野太郎さんにはあの一応党員ですけど一票は投じないつもりです、うんうん、投じません、はい、はっきり言って、はい、これ写真とかあるんですか。あ、これね、これはこれダブル太郎、はい、黒歴史なんですよね多分、うん、いや本人黒と思ってないから黒と思って黒と思って本人は黒と思ってないかもしれない。ごめんなさい、黒じゃない勝手に黒にしてますそれは黒歴史なんですよね多分って、それはこちらから見ると黒歴史なのかもしれないですけど、本人だとこの微笑み方見てくださいよ、うん、もうね心底から微笑んでる感じがする。なんで立ち上がれ脱原発、うんうんうん、立ち上がれから脱原発に行くんですか、うんうん、立ち上がれから脱原発、うん、あ、そうよね。あとはもう写真まだありましたか。あのね、中国 の、 あの報道官と、ね、ツーショットで撮って流したのあるでしょ。あ、自撮りの写真ですね、うんうんうん、あの嬉しそう。カシュンエイ、報道官ですよね。あれね、
あのアメリカでも、まあ、オーストラリアでもどこでも、あの他の国で外務大臣があんなことやったら、まあ、もう速攻で罷免ですよね、うん、しかも自撮りっぽくて、うん、あ自撮りでしょあれ、そうですよね、うんうんうん、で見たことがない微笑みですよね、河野さん。そうですよ、見たことがない微笑み、まあ、見たことがない微笑みってそんなしょっちゅう見てないですけど、見てないんですけど、はい、見た気持ちに、うん、でも相手のだから報道官でね、でしかもずっともうあの反日的な発言をずっとする、うんうん、それ反、欧米西洋社会に対する、うん、発言ずっとしてる、まさにその戦狼外交的な発言もする、うん、そういう人とにこやかに外務大臣の立場でツーショットでね撮ってそれを拡散するなんていうね、うん、もう完璧にアウトですよね、うんうん、もうその時点で論外ですよ、うん、まあ、それから今さっきあの話あったけど、はい、その自分について書いてるものをくまなく、うん、あの見てってね、まあ、見てもいいですけど、うん、まあ、普通だったらそんなの一緒にやらせればいいんですけど、うん、見てってで片っ端からブロックしていくとかね、うん、そういうことにエネルギー使う人だっていうことですよね。これですね。ほら、あ、これ見たことがない笑顔でしょ、やっぱり。こんな笑顔国内では絶対見せないでしょ。それであとはあの、うん、この人あのなんか質問がね気に食わないと、うん、次の質問どうぞ、次の質問どうぞってやるでしょ。あれ許されるわけ、あれ。いやもう公人ですよ。うん。うん、で少なくとも一言言って、うん、まあ、交わすなら交わすでもね、一言やっぱ言わなきゃいけないでしょ、うん、単純に次の質問どうぞ、さっき の、 あの高市さんのね、あのどうしようもないのやつ、うん、あれなんか逆に無視してもよかったわけですよ、うん、はっきり言ってもう完全に無視してもいいケースですけど、でも、まあ、聞こえておりましたので一言お答えしたいと思いますとかって丁寧に対応、そうです ね、 ね、その辺がやっぱ人間性の差ですよ ね、 そうですね、クラッシーな対応した高市さんと、うんうん、あと次の質問どうぞ、うん、本当にでしかもあれですよね、あのこの総裁選になってからですけれども、まあその派閥の領袖の麻生さんにかなりきつく言われたということもあってだと思うんですけれども、女系天皇容認論も一旦引っ込めましたよね、うん、それから脱原発も引っ込めましたよね、うんうんうん、まあ、そういう形でそのいや自分が信念として思っていることだったら、うん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 、出馬できるかできないかにかかわらず、うんうん、それは守り続けてこそ信念なわけであって、うん、そうですね、それをそういう形で簡単に引っ込めてなんとか出馬できないかなみたいな感じでやってるところにも、あのなんかその彼のその在り方というか、うんうん、そういうものは出てるような気はしますね。そうですね、うん、それとまあさっき、まあ、平井さんはその、まあ、男系というね、うん、ことにが一番大事だということでしたけども、うんうん、やはりあの河野といえば河野談話があって、はい、あのやはり河野太郎さんは外務大臣までやったわけですから、うん、その時にきちっとけじめつけるチャンスあったわけですよ。そうですよね、うん、親のことだったら言いやすいのに、はい、他の人がねやはりこう総裁元総裁だっていうことってなかなか物言えないということがあっても、うん、もう自分の父親だっていうんだったら、うん、もうこれもはっきり言うけどと、うん、あの言えばよかったんで ね、 ね、うん、で別にその過去の談話をあの破棄しなきゃいけないっていうことはないんですよ、っていうのは、うん、過去のものなんですから、うん、だからその時点でのものなんだから、うん、それは常にアップデートされていくものなんですよ、うん、だから単純にアップデートすればいいだけなんです、うん、本当ですよね、であれはって言われたら、いやあれは1993年のものだからと、うん、その後いろんなことまた分かってきてるから、これが今の見解ですって、それでいいんですよ、別にハキハキと言わなくてもいいんですね、うん、だけどここはだから太郎さんは別に破棄しなくてもいいんだけども、私はこう思ってますと、うん、はっきり言えばよかったんです、あの上書きをするチャンスはあったのに、あった、うん、なのにされてこなかった なのに、あの父親と私は違うとか、なんかそのなんかお茶を濁しながら結局何もしない、結局放置したのと一緒ですからね、うん、まあ、そこにもあのよく表れてるなと思うんですよね、はい。